ビルとテスピルはアメリカ合衆国アイバホ州出身のインディーロックバンド。1992年に結成された。現在に至るまで8枚のスタジオアルバムを発表。直近のアルバムは2015年にリリースされたアンテザードムーンである。トゥリーピープルのギタリスト、ボーカリストであったダグ・マーシュがブレット・ネットソン、ラルフ・ユーツと共に結成した。 スピンマガジンのインタビューによると、マーシュはアルバムごとに、バンドのメンバーを入れ替えるつもりでいたと言及している。1993年に1枚目のアルバム、アルティメット・オルタナティブ・ウェーバーズを発表する。その後、ネットソンとユーツが、ブレット・ネルソン、アンディキャップスと交代し、1994年、新メンバーでのレコーディングによる2枚目のアルバム、ゼアーズ・ナッシング・ロング・ウィズ・ラブ及び、 コンピレーションアルバムのザ・ノーマル・イヤーズを発表。1996年にはコスティック・レジンとのスプリット EP ・ EP ビルト・トゥ・スピル・コスティック・レジンを発表する。同 EP のレコーディング中であった1995年にはロラ・バルーザ・ツアーにも出演している。エイズ団体のレッド・ホット・オーガニゼーションとコラボレーションした楽曲も発表。同楽曲は レッドホットバザードに収録されている。1995年にマーシュはバンドをワーナーブラザースレコードに移籍させた。多くのインディーズミュージシャンがメジャーレーベルへの移籍を好まない中での交渉であった。1997年に初のメジャースタジオアルバムパーフェクトフロムナウオンを発表する。当時のバンド構成はマーシュ、ネルソン、ネットソン、およびスコットプルーフの4人であった。 同アルバムは非常に高い評価を受け、今日において、ビルト,トゥスピルが米国を代表するインディーロックバンドとして認識される要因にもなった。1999年に発表された Keep It Like a Secret も同様に高い評価を受け、商業的に大いに成功を収めた。2000年はライブ活動を精力的に行い、2001年には5枚目のアルバム エンシェントメロディーズオブザフューチャーを発表。2002年、マーシュはブルースとフォークの影響を組んだソロアルバム Now You Know を発表している。ソロアルバムの発表に合わせてマーシュは膨大な回数のコンサートに及んだため、ビルトとスピルとしての活動はしばらく止まっていた。プリマベーラサウンドフェスティバルで演奏するマーシュ。ワーナーブラザースレコードはバンドに 新しいアルバムを制作するよう促した。2003年から2005年にかけて、バンドは150日を超えるツアー活動を行った。ツアーでは2004年初期に、ポートランドでレコーディングされた6枚目のアルバム、U-IN、リバースの内容も含まれていた。ただし、同アルバムがリリースされたのは2年後の2006年で、ある。当時参加していたメンバーは、マーシュ、ネルソン、プルーフ、 および以前ツアーメンバーとして参加していたジムロスであった。ネットソンはいくつかの曲でギターを担当したが、その後メンバーから外れている。ユーイン、リバースのリリース後もバンドは、精力的なライブ活動を続けた。2006年の3月にマーシュは猛膜を患う、病気にかかり、予定されていたサウスバイサウスウエストフェスティバルへの出演も延期せざるを得なくなった。 元ドラマーのアンディ・キャップスが死亡するといった不報が届いた矢先の出来事であった。バンドは6月にツアーを再開、新曲を交えたパフォーマンスを行った。同ツアーで頻繁に演奏されたカーという曲はキャップスがレコーディングに参加しており、彼へのとぶらいが込められていた。ワーナーブラザースレコードはツアー中にバンドがユーイン・リバースに次ぐ作品のレコーディングに、 取り掛かっていることを公表した。しかし2007年になるまで目立った動きはなく、ようやくシングル、ゼーゴット・アウェーリアレンジを発表する。ゼーゴット・アウェーはレゲエの要素の強い楽曲で、リアレンジはレゲエバンド・ザ・グラディエーターズのカバー曲である。2007年には米国でのツアーが予定されていたが、後にオーストラリアに変更された。同年のインタビューでマーシュは、 新しい作品を出すまでアメリカでツアーをしたくなかった、と述べている。しかし、翌年の2008年には1ヶ月に及ぶ全米ツアーを観光している。2008年のプレイバックのインタビューでマーシュは、サイドプロジェクトのハロ・ベンダーズについて語ったが、去年から活動を始めたんだけど、何もうまくいかなかったね、と述べている。その後のインタビューで、マーシュは、 バンドとしての今後の見方について、ビルとトゥ・スピルは昔よりいいものになるかもしれないね。メンバーの調子も昔よりいいんだ。僕らには最善を尽くすために協力できるポテンシャルがあると思うんだ。と語っている。同時に、次の作品については、まだ何もしてないけど、大部分は今まで作り続けてきた曲になるだろうね。と挟んだ。2008年には米国にとどまらず、 ヨーロッパでもツアーを行い、パーフェクトフロムナウオンを再現するパフォーマンスもいった。2009年8月に7枚目のアルバム、There Is No Enemy のトラックリストおよびアートワークが公開された。それに伴い、同年9月に先行シングル、Hindsight がリリースされた。同年にシカゴを行われた、ピッチフォークミュージックフェスティバルでは、ヨラテン語、トータス、 ジーザス・リザードらと共に出演。8月に公式ホームページはフレーミングリップスを同伴した全米ツアーが始まったことを報告した。10月に The Is No Enemy を正式にリリースする。2010年1月に ATP レコーディングスがヨーロッパにおける商標権を獲得したと公表された。また、マット・グローニングがサポートメンバーとして参加することも同時に伝えられた。 同年7月にマーシュとネルソンは各アルバムから1曲ずつ選んだ計7曲をシンセポップチューンとしてセルフカバーした。曲名は元の曲名をもじったものとなっている。それらの曲を収録した EP が The Electronic Anthology Project として発表された。翌月8月に The Is No Enemy のタイトルツアーを開始したことを公表した。2012年10月。 ポートランドのバンクバーにおいて招待されたもの限定で小規模なライブを行った。同ライブではジェイソン・アルバーティニ、ステファン・ギアがそれぞれベース及びドラムとして参加していた。2013年1月、マーシュ、ネットソン、ロスの3人はプルーフとネルソンに代わってギアとアルバーティニをメンバーとして迎えることを公表した。2017年9月14日、自身のフェイスブックページ上で ワーナーとの契約を解消したことを報告。マーシュは、ダイナソー・ジュニアの J ・マスシスからの影響を挙げており、キャッチーでありながらもヘビーなギタープレイは両者とも共通している。また、ニール・ヤングやベイブメントなどから影響も公言している。逆に、アタリス、ストロークス、モデスト・マウス、デスキャブ・フォー・キューティーなど、ビルト・トゥ・スピルからの影響を公言するバンドも多い。 特にデスキャブ4ィーはビルトとスピル及びその前身であるトリーピープルから多大な影響を受けており、俗にノースウェストサウンドと呼ばれるインディーロックムーブメントとは長期的な関わりがある。ビルトとスピルに影響を与えたバンドの数々は彼らのカバー曲のチョイスからも垣間見える。彼らがライブでカバーしたことがある主なミュージシャンにダイナソー・ジュニア、エディオット・スミス、 デビットボーイ、キュアー、チープトリック、クラッシュ、エルトン・ジョン、ジョージ・ハリスン、ニュー・オーダー、ジョン・デノン、モデスト・マウス、オジー・オズボーン、スミス、ストロークス、ベルベット・アンダーグラウンド、メタリカ、ニール・ヤングなどがいる。ありがとうございます。